はい、皆さんこんにちは、こんばんは。赤髪の友とソラです。いきなり振ったから そんな打ち合わせしなかったからね。それはもちろんそう、うん、やるよっていうのは。では、続きの 4-2 をやっていきましょう。はい、エピソード 4-2、ここですね。うん、きます。何て書いてあるのこれ。トゥルーなんだ、ソースザトゥルーザジェダイ、あ、違った。トゥルーじゃないよね。ジャンドランドウェイスで、ジャンドランドって何、わかんない。とりあえず前回は砂漠で、うん、ジャマに捕まったところからだから、映画的には多分ここでルークが出てくるはずです。じゃあ飛ばしますか。はい、せーの、ポン。ほら出てきた、出てきました。で、そう、あ、出てきた。ジャマが売るんですよ、 C3PO と R2D2、うん、ルークはロボットを買いに来たんですよね、うん、ジャワのお店に。そうだね、じゃあそれとそれくれみたいな。うん、あ、すごい簡略化されてる。原作だとちょっともうちょっとここ紆余曲折あるんだけど、あ、確かそうだよね。違うロボットやると壊れちゃう。うん、え、売ったロボットまた取られちゃうの。それでオビワのとこに行くんだっけ。オビワのところに行くんだけど、タスケンレイダーっていう砂漠の蛮族に襲われちゃって、うん、で、来た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 、オビワンを恐れてるからね、タスケンは。で、うん、オビワンに助けてもらうと。かなり映画から簡略化されております。そうですね、そうですね。で、これはね、パート1でソーラさんが操作してる、マントしてる方がパート1で単発キャラクターだったオビワンの、年老いた姿ですね。もうエピソード1ですから、ね、これはおじいさんです、おじいさんオビワン。でも歴戦、うん、もしかしてそれも攻撃はライトセーバー、あ、ライトセーバーだ、ジェダイマスターだからね、うん。で、ルークはブラスターキャラクターだ。まだライトセーバーもらってないから。そうそうそう。うん、壊しませんけど。じゃあ行きますか。行きますか。これは砂漠のバンサとかいうやつだっけ、なんだっけ。あ、ちょっと待って。上にほら、乗れる。青い。あ、ほんとだ。それに三角で乗って、乗ってそっから二段ジャンプじゃない、ほら。あ、そうでした。オッケー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 。さすがともさん。いいね。うん。ちょっと無限、あー、くそ、無限脇か、あ、かっこいい、ライトセーバーの振り方が。ライトセーバーの振り方かっこいい。え、振ってみて、おおおおかっこいい。本当だ、そうなんだよね、スターウォーズそういう細かい演出もあるんだよね。結局あれには乗らなくてよかったのかな。こっから上がれるんじゃない、ほら、本当だ。あ、じゃあ結局あれに乗ってたらここで降りることになってたから変わんないのか。うん、危ない。オッケーオッケー、ジェダイマスター、やっぱジェダイは強いよ。うん、あ、ここじゃ組み立てるわ。はい、あ、ソラちゃんお願い、何ができんだ、はい、なんだ、あ、それから、あ、これでルークがウィンと登るんだ、上に、あ、うん、やられちった。ここなんだろう、赤いオーラだからシスのフォースじゃないと反応しないと思う。あ、ソラ振っちゃった、ごめん。そこフォース反応、ピカピカ光ってるのはホースが使えるんだけど、赤いピカピカだからシスっぽいよね。 そこは、あ、よし、じゃあやっつけとく敵を。うん、タスケンレーダー無限脇、あ、じゃあそこホース、あ、お金か、うん、かわす、オッケー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 、よし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 、いいねいいねいいね、そこもホース使える、あ、うん、進んじゃった、オッケーオッケーで、どうなる、うわっと、おっしゃ、今度ソラさん戦闘お願い、はい、ちゃんと跳ね返す相手、ちょっと待って、守って、ソラさん守って。ちょっと全然チームプレイになってないんですけど、いいよ、倒しちゃうよ、ソラさんがやってくれないから。お願いしますよ、リワンダメでした、ダメだね、もう。で、ここは、うん、ガチャーンでお金か、ハート、あ、そら、ハート出てるよ、ここ。ハート、ハート、ハート。ハート取って。はい、あ、取れた、OK。で、ここ、これ押すから、それで乗るんじゃない、あ、乗れないのかな、ほい。で、どうぞ。OK。OK、乗れた。乗れた。こうして。こう。
あ、いけたいけたいけた。普通のキャラクターでもいけるわ。あ、あ、一発すごい。一発判定でした。全然あれだね、真ん中の金色のバーが進まない、うん、これを組み立てるとラルフの上に行けるんじゃない？そうだね。いいよ。で、青いお金。青いお金。いやこれやっぱりね、全部コンプリートするの相当難しいよ。バンサだ。何ができたの？え、何これ？なんかスイッチ。どうぞ。なんだ。壊しちゃったけど。何ができたの？うわ、青いのだ、ここ全部。うわ、いい感じ。この辺組み立てるとさ、なんか上に登れるんじゃない？ほら。足場になりそうだね。あ、こっちも組み立てるパーツがある。うん、え、それで？あら？ここ。え、あ、フォースで。そら、フォースで扉開けて。あ、これ。お願い、フォース。行くよ。フォース、三角。ありがとう。え、で、ここ、やっつけると。あ、オッケー、で、そら、いけるいける。で、そらも来れるね。あ、もう一回そら、ここ、フォースだ。協力プレイだ。いよ、ありがとう。本当だね。で、ここで。で、こう来て、こう。え、降りた、通っちゃった。あ、なんか出てきた、なんか出てきた。え、なになに、あ、ごめんごめん、先。どうぞどうぞどうぞ。そうそうそう。あ、そうだ、これだ。こう。よし、で、よ。よしよし、これだこれだこれ。で、これは、あれじゃない。二人でやるのかな？そうかな。よいしょ。じゃあ、そっちもお願いします。あ、手前のミニキットが取れそう。あ、違うんだ。は？なんだ？下がなんか。ミニキット取るにはどうしたらいいの？なんだ？あ、そこ、穴入りそうじゃない？そこ、黒いところ。あ、違うんだ。見てないよ。なんだ？なんだ？下降りなきゃいけないのかな？下降りんのか。うん、降りてみようか。うん、降りる。なんだろう、ここ吸い込まれると上に行けるとか。あ、違う。 あ、 そうなんだ。あ、ゴングドロイドだこれ。確かね、仲間。あ、仲間じゃねえか。これなんかちょっと、あいつ弱いね。あ、なんか、あ、組み立ててる。 C3PO 必要なのか。ここ C3PO 見ないと。 C3PO いねえわ今。ここはシスのフォースか。お、ジャワだ。あ、これなんか動くぞ。おー、フォースで。フォースでめまいを。めまいを。帯番のフォースするポーズがかっこいい。これ何これ、ほら。あら。あー、何それ全部は緑色にするじゃん。フォースじゃなきゃ回せないから。これでいいのかな？いや、まだ奥も。ほう。あ、それで開くのか。なるほど。うん。って言っても敵はいない。なんだなんだなんだ。敵がいないけど。みんな壊してる。確かに壊して進んでるみたいなもんだ。R2D2 がいないと進めないんだ。それ何、うん、これソーラさんフォースやって。はい。あ、フォースじゃないの。あ、フォースか。バチャン。は、ああ、そういうことか。これをどっかに持ってくんだな。あ、そうだな。これちょっと組み立ててるね。いいよ。ドン。ただお金でした。あ、ここにやんのか。きっとそうだ。じゃあちょっと待って、こっち来て。これをそっちに持ってくんだ。この板の上しか。あいつが邪魔だね。あ、どかせるんだ。で、開くんだ。あー、なるほどなるほど。で、取れた。はい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 。これ組み立ててね。いいよ。なんでもなかった。じゃこれもう一回ガッチャンってやって、じゃあ先進もっか。こっちね。うん。あ、R2D2 がいる。 R2D2 がここにいるじゃん、ほら。そういうことか。うん。で、R2D2 と体入れ替わった。OK、うん。で、これで開けて。で、ここで。はいはいはい、よく見るシーンだ。行くん、お、早っ。変わっとこ。あ、なんだろう。ボタンが踏むとなんかあるっぽい。どう、何これ。あ、どう。ガッチャン。
あ、そっちもだ、そうだ、これ、こっちこっち、これ、全部緑色にすると、ここガッチャンのスイッチがあるから、ガッチャン、そっちもガッチャン、ガッチャン、で、開くと、OK。なるほどね。で、あ、C3PO、助けたい、助けたい、助けたい、あ、なんか敵か、これもしかして、あ、違うか、敵かと思った。なんだろう、これを回すことで、あ、じゃあソーラー、あ、オッケー、じゃあここで離せばいいのか、うん、で、R2D2 に変わっていきます。え、なになに、何してんの、なんだ、なんかジャワが邪魔してくんのか、何してんのかよくわかんない。あ、開いた開いた開いた、青くなったよ、青くなったよ、あれ開かないね、なんだ、どうすればいいの、はなんだ、フォースか、今オビワンになった、違うな、 C3P を助けたいところだね。じゃあもう一回開けるわ、ね、開いてるよね、あ、あ、出てきた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 、あ、出てきた、よかったよかった、で C3、 あ邪魔された、動けなくなっちゃった、今 C3P をダウンされちゃった、あのジャワに邪魔されたあ、そうなんだ、これで、あ、すごい、こいつら悪さするやつだ、やっつけちゃった方がいいわ、ジャワは今育てちゃった C3P を、で C3P に変わってここで C3P が開けると、うん、多分ね C3P の扉戻ったところにあるから、多分それはやり込み要素がアイテム隠れてるんだと思います。そうですね、ので、ね、先に進みたいと思います。開くか、開かない、あ、ここか、これは誰の扉だ、は、頑丈にロックされて、あ、フォースだ、フォースでどうするんだろう、ほう、で誰、階段ができた、 C3P を、よし、じゃあ C3P をチェンジ、うん、階段くらいは登れるんだろうな、よし、あいたあいたあいた、あいたあいた、あ、で、ここで、これ組み立てるのね、え、また何、そのロボットができるだけ、お金はいっぱいあるけど、どこだ、やっぱそれ壊すんじゃない、あ、じゃあもう一段階壊すんだ、うん、これだ、で開くのか、あ、いた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 、あ、いたいた、あ、いたいた、これで出れたのかな、出れた、で、これで C3P と R2D2 が助けられた、まあ、あんまり邪魔されなかったけどね、ジャワに、うん、あれ、あの、メッセージはいつ来るんだ、あ、ちょっと待って、来たよ来たよ、メッセージ、何のメッセージ、レイヤーのメッセージ、あーあ、撃っちゃった、ごめん、そうだね、確かに、なんて美しい人だっていう風に言う、うん、あのルークの謎のメッセージが、うん、そのシーンはどこだっけ、そのシーン見たかったな、そのシーンは 家で見るんだよね、そうだよね、あ、あ、気をつけて、そこ足の色違うよ、本当だ、これはどうやって、あ、沼だった、そこか、そこ壊していくのか、あ、沼わかんないよ、これ沼、シスリピオ、じゃあ変わるね、そっちも、ま、じゃあ守ってください、あれでも、はい、シスリピオ、この段差登れないんだよ、え、どうやって行くの、ここにあの、あ、オッケー、じゃあちょっとこっちも、待って、先頭に、先にちょっと、よし、やっつける、倒した、うん、危ね、あ、沈んじゃった、沈んでしまった、よし、いいよ、え、でもそこ、よいしょ、え、でも行けないよ、ここって渡れる、渡れない、渡れない、渡れないよ、渡れない、え、どうやって行くんだ、あ、あ、また沈んだ、ここ R2D2、 あ、ごめんごめん、引っ張っちゃった、じゃあここだ、 C3PO、 ちょっと待ってね、うん、ここをやればなんか、あ、水を吸い取るんだ、あ、なるほどね、なるほどね、ちょっと C3PO になったよ、 OK で、よろしく、ここを通って、ここを通って、じゃあオビワンになってフォースを使った方法で、あ、間違えた、うん、これで、ちょっと待ってね、よし、で、ピピピピッと、これで水を吸い取ると、あ、こっちに開けるよ、全然大丈夫だ、ちょっと待って、上のキット取ってくるわ、ここ、あ、そうだ、ほんとだ、ここにキットがあるから、よし、オッケー、オッケー、で、こっちか、あ、びっくりした、打とうとしちゃった、なんか手前にお金があるな、あ、助けねえだ、
あ、いや無限脇ですか。あれこっちも道があるよ。こっちジェダイ用の道じゃない？いける二段ジャンプで。あ、落っこちた。わあ、落っこっちゃった、もったいね。あ、落っこっちゃった。ダメ、こっち難しい。難しい、じゃあこっち行こう。ここどうやって渡るの？なんだこれ。あ、あれかな。あの、ホバーかな、こうやってスラスターでこうやって移動できるから。R2D2 のスラスター移動かも。行くよ。なるほど。うん。ほ。あ、ああ違った。あ、ホースじゃない？違う。ホース使えない？え、じゃあソロさんあれだよ。上の道頑張って行ってきて。うん、それぐらい飛べれば大丈夫だよ。健闘を祈る。え、でも待って、そこ上登ったとしてもさ、あ、違うんだ。うん。え、じゃあちょっと変わってくんない？ソロ、R2D2 になって一回。はい。よし、じゃあ行ってくる。うん。いけるじゃないか。普通にいけるじゃないか。うん、ただの私の下手だっただけね。そうだよ、もうほら、いけるじゃないですか。全くソーラさんなんだから。もうアルツリーズが先陣切っていっちゃった。あっち早い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 。あれ、ミニキットがあるの？ソーラさんが、あれソーラさんがアルツリーズですから。あ、そっか、そういうこと。あ、うち、いいよ、オビワンで。これなんだろう、押すのかな。あ、押せる。何か、お、壊れた。壊れたやつをホースで、違う、あれ、ズリズリホース。仲間にホースつけて。ちょっと間違っちゃった。これは C3 か、 C3PO だ、うん、で今度は C3PO に人変えて行くと。あ、そっち行く。いいよ、ちょっと待って。はい、いいよ。オッケー。フォースだ。すげえ。フォースで、フォースでヤシの木が育った。これなんだ。いいよ、やってみて。なんだ。ああ、それね。うん。進みましょう。すごい。フォースでヤシの木が育った。あいつ敵か？なんか敵。なんだ。あ、やジャワの狙いはあれなんだ。C3PO と R2D2 取り返そうとしてるんだ。なるほどね。なんかこの中にいるよ。なんかあったね、お金があったね。うん。なんか来た。恐竜は。やってきた。あ、進んだ。え、で、これは、あ、このスピーダーは原作で出てきた。これに乗って帰るんだよ。乗れてるからね。おおおおお、あ、降りる降りる。あ、ストップトルーパー。サンドトルーパーか、これ。オッケー、痛い。で、これ読みないとダメじゃん。本当だね。うん。物押すのかな、なんか。うわ。これ何？これ押せたりするのかな。押せたりしない。ああ、橋ができたね。ああ、安全に渡れるってことか。うん。あ、何？これで4人。おお。おお。よいしょ。これで開くの？この上なんか行ったんだ。その上行きたいんだよな。あ、行けた。よし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 。あ、船が戻ってきた。じゃあこれが家でゴールじゃない？行きますか。うん、行きますか。あー、オッケー。うん、やっぱりほら。出た。ここじゃないけどね、見るシーン。ルークの家で見るんだけど。あ、そしてお父さんのライトセーバー渡すんだよ、ここで。ルークのこのシーンが、このシーンはいいシーン。よっ、クリアー。やったー。で、あの今のシーンがエピソード3を見た後にもう一回見ると意味が変わってくるんだよね。スターウォーズ知らない人は今のシーンをぜひ覚えておいてほしいですね。ですね。あれは一周回ってくるとすごい意味を持った。
お父さんのライトセーバーを今ルークに渡したところ、うん、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップして登録をお願いします。この動画の続きが見たいときはタイトルをタップして下にスクロール、再生リストから見ることができます。パソコンからご視聴の方は画面下のボタンから登録をお願いします。赤髪の友が料理や釣りに挑戦する実写動画チャンネルもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。